次に令和2年度消費者庁予算及び消費者委員会予算の概要について説明を聴取いたします。大塚内閣副大臣。大塚副大臣。令和2年度の消費者庁予算及び消費者委員会予算の概要についてご説明いたします。消費者庁の予算は一般会計に119億9000万円を計上しております。その内容としては、まず小消費者行政の充実強化を図るため、地方公共団体による取り組みを広く支援するとともに、地方における先進的な取り組みの推進、消費生活相談員等の人材育成、全国各地での相談員向け研修等の新たな事業を含めた重層的な対策を実施していきます。高齢者を地域の関係者が連携して見守る見守りネットワークの構築を進めるほか、令和4年度の成年年齢引き下げを見据え、若年者向け消費者教育を充実します。事業者による法律違反の行為には厳正に対処する一方で、消費者志向経営の事業者への普及浸透を図ります。昨年成立施行された食品ロスの削減の推進に関する法律に基づき、多くの関係者を巻き込んで取り組みを展開してまいります。さらに令和2年度から徳島に恒常的な拠点として消費者庁新未来創造戦略本部を設け、国際業務研究をはじめとして消費者庁の機能を強化します。消費者委員会についてはその運営に必要な経費として1億3000万円を計上しております。以上で令和2年度の消費者庁予算及び消費者委員会予算の概要の説明を終わります。以上で説明は終わりました。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。